皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。今回はファシトルコ爆走プレイ後半。前回はスペイン介入主義の恩恵を得て、バルカン半島やペルシャ方面に一気に領土拡大したところまでだったね。時期としてはチェコスロバキアが解体されて、もうすぐ第二次世界大戦が起きる頃だ。連合戦でシリアとかクウェートとか、給料を取り戻すのも当然だが、英仏を傀儡化できるように、できるだけ多く貢献していかないとな。ってことでドイツより一足早く正当化が終わったので、ドイツらも誘ってポーランドに宣戦布告していくぜ。ドイツくんたまに参戦要請受け付けてくれない時があるからね。貢献度的にも出遅れるのは痛いから、最初から全力で潰しに行こう。ドイツ陸空軍も協力してくれるだけあって、ポーランドはほぼほぼグリーンで、落ちるのは時間の問題。トルコが拡張しまくって、国際緊張度が跳ね上がった結果、ソ連も早々にポーランドに正当化。ポーランド軍はソ連、ドイツトルコ軍が攻めてくるんじゃないかと怯え、兵力がチリジリになっていたんだろうな、と説明している間にもちゃっかりベルギーへの正当化を開始し、トルコ軍は給料、特に将来的に石油が湧き出るクウェート、話題になって重要性が再確認されたスエズ運河を抑えていきたいな。欲を言えばトルコからギリシャにかけて、沿岸部はウィークポイントになっているから、海岸防衛師団まで出したかったんだけど、徴兵数と準備期間の問題もあって削減している。アナトリアで面倒なことになる前に、パパッと終わらせていきたいね。ってことでポーランド戦の結果なんだけど、ポーランは連合の仲間外れにされていまして、ドイツとトルコを中心に講和会議にただただポーランかわいそう。東半分はソビエトに持っていかれるのがわかっているので、大した量はもらえないけど、ワルシャワだけでも傀儡化しておこうか。将来的に対独戦をやる際、多少ドイツ軍を分散してくれることにかけよう。さて気を取り直しまして、すでに道路にされまいと、連合入りしているベルギー軍に対して宣戦布告。完全に見捨てたポーランドの時と違い、さすがの英仏もきっちり参戦してきたな。ベルギーを超えるとフランスのパリまでは案外近いからね。ベルギー方面に多少展開していたフランス軍だけど、そこはトルコとドイツの立案ボーナスで豪快に突破して、ベルギーはあっという間に終了。フランス本土の戦いでも、フランス軍は塹壕を掘るなどの準備不足だったのか、ドットの前にずるずると後退中だな。おそらくチュニジアだけでなく、シリアもトルコと接している結果、フランス本土の戦力が少なくなっちゃったんだろうね。とそうこう考えている間にも、あっという間に敵ひとパリがドイツ軍らによって制圧。オートミットラスをトルコ軍は抑えたぞ。隊長それは違う人の作品や、フランスが落ちたことでシリア方面の軍が包囲状態になるなど、いいことも同時にあったわけだが、予想していた通りイギリスがトルコ本土に上陸してきた。トルコはかなり VP が分散しているから、そう簡単には降伏はしないけれども、対仏戦が終わった師団とかを向かわせて、被害は最小限に抑えていきたいな。トルコの中核州は1000万人後半くらい、ユーゴとかと実は大して変わらないから、あまり無茶な徴兵や進軍は避けていかないとな。ってことで上陸してきたイギリス軍を適当に相手にしつつ、シリアは数日戦のことを考えると、絶対に確保しておきたい場所なので、トルコはビシーフランスにも宣戦布告していくよ。スデイテンより早い裏切りしてるぞトルコ。ビシーフランス軍が整う前に攻め込んだ方が、いろいろと楽だからね。ついでだからアラビア半島はトルコのものにしたいと、手始めにサウジアラビアに宣戦布告。その10日後にはビシーフランスはご覧のありさまで、この後対仏戦に投入したトルコ軍は、スエズにも侵攻開始。一方トルコとエジプトのイギリスは、スエズ運河で睨み合いとなり、インドも狭い戦線をわざわざ無理に進むことはないと、塹壕を掘って待機している状態。その分アラビア半島は残りイエメンまで追い込むなど、攻めていける場所は確実に攻め切っているんだぜ。将来的に枢軸に入られると面倒くさい。ルーマニアも今のうちに潰しておきますか。ドイツ軍にも助けられているが、オランダ軍もナイス上陸を展開しているぜ。将来的にベネルクスぐらい上げられるといいね。と全体的に好調子の枢軸軍は、勢いそのままにブリテン島に空挺上陸。スエズ運河が破られたこと、インドやエチオピアに兵を割かないといけないこともあり、トルコ軍は海上に進軍を続け、1940年6月7日、イギリスが降伏して、連合国との講和会議になったよ。トルコはかなり活躍したから、領土割譲が楽しみだな。講和会議の結果をまとめると、まずトルコはルーマニア、アラビア半島、エジプト、キプロスなどを併合し、ゴム確保のためスリランカなども獲得。新たな傀儡国としてイギリス、フランス、インド、オーストラリアを作ったが、さすがに得意の取り分のこともあり、英仏の領土は一部縮小している。それでもこの後の対数実戦を考えると、フランスの多くを傀儡化できたのはすごいいい結果だね。それじゃあイタリアのリビアとか、まだ取り返してない土地もあることですし、ドイツがソ連に宣戦布告次第、トルコも攻め込んでいきますか。しかしその前に、せっかく攻撃力が300弱もあるんだから、ガンガン内政していきましょうか。
NF チェスター利権を取得することで、アメリカから支援をもらって、工場、採掘技術ボーナスに新たな石油も確保。その代わりトルコは、クロムの権益を一部アメリカに渡すことになるぜ。トルコの下段中央ルートの、完全分岐前の NF は、研究速度アップや消費財削減など、かなり強力なものが多いから内政が楽しいね。それはいいんだが今イタリアに渡していた権益がアメリカに移ったぞ。なんかこれを原因に次の戦争起こっちゃいそうだね。まあどうせ戦うんだから、ドデカネスの件など忘れたと突っぱねて、トルコが陸空軍を増強している最中に、ドイツが半年ほど早めのソビエト侵攻。連合戦が早めに終わるとよくある現象だな。とはいえすでに数軸から離脱しているトルコ。ドイツ軍にとってはワルシャワのポーランドが邪魔すぎて、ソ連侵攻はストレスマッハだろうな。いいぞポーランドそのまま邪魔しろ。しかしさすがは西部戦線が片付いた大ドイツだ。空軍力の差も活かして、旧ポーランドの東部領土に問題なく侵攻できてるようだ。まだインフラ関係があんまり整っていないんだけど、あまり放置しすぎてもソ連がくたばってしまう。いつも通りのノリと根性で、独ソ戦に参加していきますかね。イタリアみたいにならないことを祈るばかりだぜ。日本の独立保障を避けるために、トルコはスロバキアに正当化して、比較的手薄なうちに数軸国に宣戦布告。すぐにドイツ軍が来て、膠着状態になるだろうけど、スロバキアには今のところドイツ軍も見えないから、行けそうなうちに落としてしまおうか。なお当たり前だが、ポーランはもちろん、フランスやオランダの参戦は今のところ控えるぜ。最近やられたばかりで軍が整っておらず、トルコもそれをカバーするだけの国力はないからな。イタリア領マラヤに宣戦布告して、参戦を控えていたイタリアにも侵攻開始、最低限抑えておきたい、ザラやアルバニアの占領に成功した。この後のプランとしては、ドイツはすぐに倒せないから、まずはイタリアから倒したいわけだけど、スロベニア方面の補給が現在苦しい状態にあり、要の飛行士団も訓練中、制空権も最近40年式の戦闘機を作り始めた頃だから、まだ一気に敵をぶち抜くには準備不足すぎるね。なんでこの国参戦したんだおい。まあそれだけ準備不足だとしても、ドイツは仮の西部戦線を持ちながらでの、バルカンと東部の戦線も持っているんだ。トルコは攻めきれないけど、守りきれないってこともないでしょう。さてそこから1年間今日は、すごく地味な防衛戦と制空戦を制していきまして、やっとインフラ関係も整ってきたので、イタリア侵攻開始。トルコの無再現徴兵じゃ戦力が足りなくて、全成人徴兵にするのに苦労したのは、裏話なんだぜ。パツタンくらい作っておけばよかったよ。まあ人員の問題は少しずつ改善していくので、ここからは敵戦力の削減に力を注いでいこうか。手始めに飛行士団で突破が難しかった河川を越えていき、そのままイタリア北部とローマ方面の分断に成功。このまま一気に南部まで制圧したいところだな。戦車部隊の勢いは止まらず、突破が難しい場所でもゴリ押して、メッシーナが陥落したことでイタリアが降伏。イタリア降伏後前線を整えた後、次はドイツの戦力を減らしていきたいと、ソ連領内に流れ込んだドイツ軍の大規模分断殲滅を計画。ちょうどうまい具合にポーランドという国がありますので、第一段階はそこに向かって戦車を突っ走らせるよ。逆にこんなドイツに囲まれて、なおトルコの傀儡のポーランドは、今現在どんな気持ちなんだろうか。オスマントルコトラノコの飛行士団で、ひとまずポーランにたどり着いた後、適当に移動妨害攻撃をかけつつ、その間に部隊の配置を立て直して、いよいよポーランドに対戦参加してもらうことに、目指すはドイツのオストプロイセン地方、ポーランド東部からバルト諸国を大きく分断する、第二段階開始だな。航空機の支援もあって、飛行士団はバルト海まで全速前進、まだネーメルなどドイツ側に港はあるものの、多くの敵をソ連と共に囲い込むことができたな。その港もトルコ軍によって約2ヶ月で概ね制圧され、ドイツ軍のほとんどがトルコとソ連のサンドイッチで殲滅されていくことに。これでドイツの戦力が減ったのはもちろんのこと、ソ連に余計な活躍をさせずにトルコ軍が戦うことができるな。ソ連方面の殲滅が終わった後は、飛行士団を再びドイツ側に戻して、ベルリンを落とすために精神開始。途中前線がぐるっと伸びすぎて、歩兵が思うように戦えなかったこともあり、ポーランドのクラック方面に戦力を回して敵を分断。クラック殲滅後はチェコから一気に流れて、そのままミュンヘン、ブットガルトなど、重要な都市を強引に落としに行くよ。すでにフランスやオランダも参戦させて、トルコ勢力総攻撃で潰しにかかっているんだぜ。とりわけ飛行士団のスピードにドイツ軍は対処ができず、あっという間に敵を複数分断状態に。戦線が恐ろしいほどぐちゃぐちゃなんだぜ。とはいえこうなるとさすがのドイツも対応しきれず、1943年4月29日に戦争終結。これでやっと、リビアとかを取り返すことができそうだね。講和会議の結果としては、まずトルコはソマリアやチュニジアの方まで獲得し、無論細かいアルバニアなんかもきっちりと併合。ドイツとイタリアはトルコの傀儡国となり、エイクツランはアフリカや欧州の方で、領土奪還及び拡張。
対するソ連は、ポーランド方面の土地や、スイスからスロバキア、海外の細かい小国を傀儡化して、おおむね終了となったぜ。ひとまず本題となるプーラーン帝国の達成のために、あとかわいそうなくらい給料をぶん取られた、ポーランド君のためにも、トルコはソビエト連邦に侵攻していかないとね。まあここまで来ると侵攻というか、ほぼ一方的なキックになりそうだがな。さあもう尺もやばいので巻きでいくよマリサ君。ソビエト連邦に対してトルコは全戦力を最初から投入。降伏してくれた相手には、特製ブラマジマリサの抱き枕を提供していくよ。そんなもの作ってるから遅れたんじゃないのか？マリサの大好きバナナが降伏したことで、トルコとその仲間たちは全力でソ連に戦力投入できるように。私がバナナ好きなのは雪国出身で今まで食ったことがなかったからと説明しつつ、そもそも現時点でトルコ側がほぼほぼ優勢な状況だ。スロバキアに回した戦力を投入すれば、ソ連に勝利することは間違いないと言えるぜ。まさにマリサの言った通りで、スロバキアなどを抑えてから、たった2ヶ月でモスクワがもう目の前に。数日戦でソ連も疲れていたんだろうが、何よりトルコの攻撃力736が、圧倒的な物量差を示してる気がする。その後 NF はトルコのファシデのイタリア協調ルート、地中海協商の国家方針へ、イタリアが盟約の加盟に拒否したと、イベントでは出ているが、イタリアはすでにトルコの傀儡。言うなればあんたなんかの仲間になってあげないんだから、と言いつつ、こっしょり手伝ってくれるパターンのやつだぜ。どうしようマリサ、キモすぎてブーチェの顔が見られないんよ、奇遇だな私もだ、と頭を割っている想像をしている間に、トルコはソビエトを撃破することに成功。正直どのくらいの領土が必要なのかわからないから、とりあえず仮で割譲していきますか。ってことでほぼ見た目重視で一度併合しまして、トルコはウクライナと中央アジアを加えた超大国に。ただプーラーン帝国は必要州がかなり複雑で、後にわかることだが北東シベリアとかも必要とされることに。まあこれはこれでかっこいいから映像に残しておきますか。しかしここからが地味に長かったと。まずはプーラーン帝国のディシジョンを解放する。スラン主義の野望を取得。ちなみにこれを取得すると、強制的に陣営から離脱することになるので注意だな。その後カットしたが地味に対ソ戦後仲間になったスペインとポルトガルの、地中海盟約に入り直して、ロシアの自治度を下げて、トルコがロシア領の全てを併合することになり、これでやっとディシジョンの必要州が達成。トルコ帝国は名前をプーラーンガガン国に改め、中核州人口も約90メガ台に跳ね上がったんだぜ。必要州の獲得も大変ではあったけど、何より一番下の方だから、達成するのにすごい時間がかかっちゃったね。あとはついでなのでジャパンに侵攻し、新疆とかを返せと中華統一戦線にも侵攻開始。いくら攻撃力的に余裕だからって、日中を消化試合的に撃破することになるとは。まあ結果はトルコ連合軍の圧勝で勝負が決まり、中華民国、そして日本もすでに降伏。これでトルコがユーラシアで最強の国家と、証明することができたんじゃないかな。ということで最後に見栄えのためだけにモンゴルを併合して、最終結果はこんな感じに。陣営で見てもかなり広大な領土を誇る国家になったわけだな。ということで本日は、トルコのフルパワーをお届けいたしまして、今回のプレイはここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いするんだぜ。